ちゃん。こんにちは。豊さん。はい。はい、木曜日です。はい、恒例になってんな。はい、そうですね、はい。はい。あの、ドイツカード、うん、連戦終わりました。はいはい。はい。今回はいかがだったでしょうか。まずやっぱりさ、はい、セリーグから行くけど、はい、まあ、注目はやっぱこう阪神広島だよね。そうですね、阪神ちょっと止まらない感じですね、うん、止まらんな。はい、すごいですね。そしたらまあ一つずつ振り返っていきますか。はい、はい、じゃあセリーグから、はい、阪神広島、うん、はい、スコアが6対0、4対0、うん、阪神2連勝そうだね、はい、これ1戦目の時さ、まあ雨で1試合流したんだよね、初戦を、はいはい、で両チームともスライド登板で西と森下が投げ合うんだけど、はい、まあこれはな楽しみだったんだすごく、はい、ただ森下がやっぱ打ち込まれて、うん、負け投手ということで、はい、まあその中でプロ入り初のスライド登板だったんだよね、はい、だから、まあ、ここら辺の西との経験値の差っていうのが、うん、まあ、出たのか、うん、まあ、それとも開幕からずっと投げ続けてきてちょっと疲れが出てボールが高く浮いたのか、はい、まあ、ここら辺は定かでもないけども、ただやっぱこうスライド登板やっぱり1日に伸びるというのはさ、うん、やっぱ精神的にか、まあ、どう動いたのかどうか、まあ、これが問題だったよね、はい、うん、まあ、阪神の方は、まあ、西が低めに丁寧に投げ、まあ、非常に良かったんだけど、はい、まあ、その中で打者、まあ、佐藤が森下のカーブをホームランすると、はい、これはね、まあ、この床田からも打つんだけど2戦目に、で前回の広島戦でキリキリ前させられてんだよね、はい、でそれをさ返り討ちにしたというさ、まあ、見事なホームランだったよね、はい、でカーブの時はさ、ほとんど佐藤っていうのは前に行くことがないんだけど、うん、前に行っていいぐらいのつもりで拾ってホームランを打った、これはすごく成長を感じたし、うん、で前回の床田にはまっすぐキリキリ前インサイドしてたんだけど、それを見事に詰まりながらセンターバックスクリーンに放り込んだ、まあ、楽しみだね、うん、普通ね、うん、はい、1戦目の時に切り決めさせられたらルーキーってさ、やろうともやり返そうと思ってもさ、なかなかできないと思わない、やっぱりそこで対応していくっていうのが、うん、またこれが非凡なところなんですね。そうだよな、だから対応力がやっぱ素晴らしいのと、うん、やっぱ一回当たってるピッチャー、データを自分で取ってるピッチャーに対しては、うん、やっぱりいいよね。だからボールを打たなければどれだけ打つんだろうっていう楽しみが出てきた、はい、でもう一人のルーキー中野、はい、もう素晴らしいわ。あの木浪がね2つポロポロっとエラーして、はい、すぐ中野に変えたんだけど、そっからがっちりレギュラーの座を掴んでるんだよね。でやっぱ守備もいいし動きもいいし、まあ、何よりやっぱ打てるということがさ、やっぱ一番いいよね。だからこの、まあ、本当は3連戦雨で1つ流して2連戦になったんだけど、まあ、2連勝したこの2連勝はすごく収穫があったよね。うん、まあ、このルーキーの元気が良いというところもすごく際立ちましたね。まあ際立ったよね、はい、それと心配なのが、一方広島は心配なのは3試合完封されてんだよね。うん、そうですね。うん、だから、まあ、菊池もさ、開幕からずっとこう連続試合ヒットを打ってきたんだけど、はい、これが止まったということ、うん、で当たってるバッターがいなくなったんだよね。はい、まあ、だから今後やっぱこうちょっと心配だし、うん、まあ、ショートの田中もちょっとミスが目立つというか、守備にしても走塁にしてもね、だからここら辺もう少し考えていかないと、うん、まあ、なかなかね行く先がちょっと不安な材料が多く出たこの2戦だったよね。はい、はい、まあ、阪神はもう勢いが止まらないこのまま、うん、なんかそんな感じがする。巨人中日はいはい、はい、こちらの対戦が2対1、5対1、うん、5対1、うん、巨人3連勝ねえ、はい、まあ、1戦目はさ、梶谷がタイムリー、広岡が決勝ホームラン、これ移籍組なんだよね、はい、だからこれで勝てたということ、まあ、これが非常に良かったということと、うん、2戦3戦とさ畠と高橋が投げるんだけど、はい、やっぱりね菅野とか
まあ、戸郷とかサンチェス、このピッチャーというのは計算してるんだよね、勝つという。だけどその畠高橋っていうところはさ、まだ未知数で勝てればいいなっていうような、そんな感じなんだけど、はい、この2人のピッチャーがいいピッチングしたからね、うん、なんか巨人もこの3連戦で、まあ、乗ってきそうな感じがする、はい、だから非常に巨人としては楽しみになってきた、はい、まあ、その中で打線で言えば松原が1番に入って非常にいい活躍してるし、はい、まあ、勝負強さも見せてくれてるという。で、梶谷はこの3連戦でタイムリーも多く打ってるし、非常に心強くなってきた、はい、ただ岡本が悪いわ、うん、で他が打っててこうやって勝ててるうちはいいけど、はい、目立たないけど、はい、まあ、必ずその岡本の力っていうのはいるから、はい、この勝ってる時期にやっぱ上げていかなきゃいかんね、はい、それと中日、はい、中日はね打てないわ、うん、で大野が勝てない。で中日側とすれば大野福谷っていうのは、はい、まあ、1戦目と3戦目に投げたんだけど、これ勝ち計算してるピッチャーだからさ、はい、ここでやっぱこう点が取れない2人が負けるってなるとさ、やっぱチームはどうしても沈んでいくよね。うん、だからここら辺中日はやっぱ、まあ、少しちょっとバッティングを考えた方がいいね、うん、早く調子が上がるように、はい、でそれをどうすればいいかっていうとさ、全部が体が出てんだよね、こうやって、わかる、迎えに行ってるというボールを待ってないということ、待ってない、そうそうそう、はい、で待って打つとボールは長く見えるし、はい、ファールに逃げたりだとかできるんだけど、はい、ちょっと突っ込みが激しい、みんなが全員がそう、それはやっぱりこう打撃が不振というところも手伝っているところがありますかね。まあそうだね、だから打たなきゃいけないという責任感が強すぎるのかもわからないし、うん、ただね全体的に見てるとホームランがチーム数2本、はい、まだ2本だよ、はい、で猛打賞が誰もいないという、うん、3本1試合で打った人が、はい、だからそういうことも報道されていくじゃない、はい、だんだんバッティングが小さくなっていくんだよね、うん、じゃなくてもうみんなホームラン打つぐらいのつもりで、はい、やっぱこう振った方がいいと思うよ、うん、ただこの中で3戦目に使われたネオが、はい、ちょっといい感じではバットが一番触れてるけどね、うん、だから今後はもう使っていけばいいのになっていうふうに感じた、はい、はい、では次、はいはい、ヤクルト対 DeNA ですね、はいはい、こちらも、5対1、はい、7対3、2対1、うん、ヤクルト3連勝、ね、うん、まあ、セ・リーグもこう成績見てるとさ全部連勝で終わってるんだよね。そうですね、このカードはもうどのチーム、阪神、巨人、ヤクルトの連勝ですね。そうだね、まあその中で村上と山田の働きがやっぱすごいね。うん、でやっぱ看板選手がさ働くとやっぱそれなりの試合をしてくれるし、はい、やっぱ強さを感じるよ。うん、でベテラン陣がコロナでね抜けてる間、はい、この2人がやっぱこうチームを支えてるというね、うん、ことも言えるし、でヤクルトの心配ってさやっぱり投手陣だったの。はい、リードする中村がさ2番に入って元気だわ、なんかやる気を持ってやってるというかさ打席でも、だから2番にはまってる。それとやっぱ調子がいいせいかやっぱもうピッチャーのいいところ引き出してるよね、うん、相乗効果がある。うん、だからヤクルトもなんか投手陣が悪いって言っててもなんか清水や石山やみたいなマフガフとかもすごいいい投球してるしね、はい、だからすごくなんか台風の目になるなっていう、うん、みんなの予想はね何か分かる、5位、5位とか6位とかが多かったよ ね、 うん、だけどこれ台風の目になりそうな気がする、はい、今 A プラスに、うん、はい、で一方 DeNA はさ6連敗で、このカードでソトとオースティンがベンチ入りしたんだよね、はい、3戦目にスタートしたんだけどさ、はい、でも 1,2 戦見るとやっぱこうなんていうのかな代打で使われてたんだよね、うん、でなんでスタートしないのかなっていう、もうどうせ まどうせ負けるっていう言い方は悪いけど、はい、調整をさせるんだったら上でもう花から使って早く調子を上げさせた方が良かったのになと思って、うん、もう実戦でスタートして、そう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 、はい、だからもうこれはもうコロナのせいでさ仕方ないよね、はい、
で三浦監督の頭の中では2軍戦に出すよりやっぱり1軍でできるだけ早くっていうふうに思ったんだったら、うん、俺は3戦ともスタートで使った方が良かったのかなっていうふうには思うけどね。まあいろんな首脳陣の考え方もあるから、うん、それは分からないけども、はい、ただ3戦目にスタートしてソトとオースティン両方とも1安打ずつ打ってる、はい、状態的にはこう上がってきてると思うし、うん、まあ、次のカードからだね、楽しみは ね、はい、うん、だからもうちょっと負けすぎてるからさ、ちょっともう少し頑張ってくれないとね、はい、はい、じゃカード変わってどういう風になっていくかが楽しみですね、はい、はい、続きましてパリーグいきます、はいはいはい、まず西武対日ハム、はい、はい、こちらは2試合だったんですが、うん、はい、2対3、2対1で、うん、西武1勝1敗、そうだね、はい、まあ、あの1戦目はその池田というね、はい、楽天から移籍した、ピッチャーが勝つわけだけども、はい、まあ、よかったね、やっぱ力があるし、こんなピッチャー日本ハムにいたっていうような、うん、まあ実は初登板の時、はい、仙台で俺見てるんだけど生で、うん、あ、いずれは勝てるなっていうような投球をしてたのね、うん、だから本当に良かったなと思って、はい、上位打線がさ、この試合では打点を上げてるんだよね、はい、それまではさ、下位打線は頑張ってるんだけど上位打線が打てないという状況が続いてて、はい、ただこの試合は上位打線が打って池田を勝利投手にしたというね、うん、だからすごくいい試合だったね、はい、で2戦目は今井と伊藤、今井が今季初勝利、はい、まあ、ボールには力あるんだけどさ、なかなかとっちらがっちゃって、はい、なかなか勝ちに結びつかなかったんだけど、はい、まあ、この試合はね、まあ、そこそこ安定して、勝ち投手になったと、うん、ただ日本ハムルーキーの伊藤が投げてんだよね、はい、いいピッチングしてんだよ、うん、いつも接戦なんだよ、ゲームは作ってんだよ、で前回札幌ドームで投げた時もそうなんだよ、うん、で勝ち投手の権利かなんかあって降りてひっくり返されたんだよ、うん、でベンチでちょっと涙ぐんでたんだよね、はい、みんながロッカールームに引き上げるのに一人ベンチにいて、うん、なんか思うところがあったんだろうな、うん、なんか涙流してて、はい、まあうっすらだけどさ、勝たしてやらないとさ、うん、腐っちゃうよルーキーが。そうですね、今回もこう2対1ってこう僅差で、そうなんだ、はい、なんとかならんかったかと思うんだけど、はい、まあ、こういう状態を見てると日本ハムの方点は取れてないけど、うん、なんか状態は上がってきつつあるよね、はい、まあ、パ・リーグの中で1チームだけ置いていかれそうだったんだけど、はい、まあ、なんとかくっついていけそうな、うん、そんな手応えを感じた、まあ、この2連戦だったけどね、はい、はい、次いきますね、はい、はい、楽天対ロッテ、はい、はい、こちらが2対6、はい、2対2、はい、3対7、うん、はい、楽天2敗1分け、うん、はい、楽天のちょっと流れが変わってきたね、うん、それは岸とさ、則本はもう計算に入れてるはずだよ、はい、この2人が負けたということがさ、そうですね、則本選手はまあ引き分け、あ、引き分けだ ね、はい、3連敗してるのかな今、うん、すごい、いやこれはね、やっぱこう問題は打順の変更にあると思うんだよ、で茂木がやっぱこう体の強い張りで打順から抜けたという、で当たってた辰巳を5番に入れて、はい、1番小深田入れたと、その小深田が機能しなかったという、うん、それで浅村の前でランナーがいなくてみたいな、まあそういう状況があって、やっぱ怪我っていうのはさ、やっぱこう大きくチームの流れを変えたりとかする時あるから、はい、茂木の怪我っていうのは大きかったかなっていうふうに思うよね、うん、まあ3戦目からは復帰したけど ね、うん、復帰したけど、まあ機能しなかったというね、うん、それ休んだツケは出てくるよ、うん、一方ロッテはさ、山口っていうのが岸から3球続けてカーブを投げられて、はい、3球目捉えてホームランをしたという、まあ頼もしいバッターが出てきたし、ただもったいなかったのはね、あの則本と2対2で引き分けた試合、はい、これ9回まで2対1で勝ってたんだよね、うん、で増田がやっぱり打たれて同点にされて、まあよく負けなかったなって思うんだけど、はい、こういう星を引き分けにするか
勝ちにするかはすごく大きかったと思うんだよ、うん、これ本当は3連勝でよかったんだよねロッテの、はい、そしたらもっと乗っていけたと思うんだけどさ、なるほど、今後ね、ロッテは俺2位にしてるからさ、もうちょっと頑張ってくれないとさまあ気は早いけどね、はい、うん、だけどまあ力は徐々に出してきてるよね、はい、はい、楽しみです。はい、はい、続きましてソフトバンク対オリックス、はい、はいはい、4対7、4対1、うん、4対3、うん、ソフトバンク2勝1敗ですね、うん、ソフトバンクはさ、うん、守備がすごかったわ、守りが。それは今日の試合もうそうだし、はい、昨日の和田との山本の投げ合い、はい、それは確かに和田も良かったよ、はい、でもそれを助けたのはさ守りだよ、うん、周東、今宮、はい、松田、はい、中村、この内野陣がみんななんかファインプレーじゃないかっていうぐらいの守備をしてくれた、はい、まあ、そのために和田も勇気をもらって好投ができたと思うんだよ、はいはい、で山本に土をつけたという。だからなんかねソフトバンク見てるとまあ確かにその要所では勝負どころでは 打ったりとかするんだけど、はい、ピッチャーを含めたやっぱ守備がやっぱすごい、うん、すごいなと思った。なんとなくあの今シーズンなんか雰囲気が違う気がします。ちょっと違うよな、はい、圧倒していくっていうよりも、ね、ちょっと守ってるよね、はい、守りながら要所で捉えていくというさ、はい、ただ心配なことは抑えの森が肘のなんか張りかなんかでね、今日はモイネロが抑えに回ったんだけど、はい、まあ、ここら辺が、中継ぎ陣に負担が来なければいいなっていう、まあ、心配はあるにしても、はい、まあ、オリックス、田島、山本、増井っていう、まあ、これ3人ともオリックスの方では勝ちを計算にするピッチャーなんだけど、はい、そこに2勝1敗ということでね、勝ち越したというのはソフトバンクのやっぱ底力と、オリックスの方はやっぱミスで自滅してるなという。まあ、今日でもさ3点先取したんだよね、はい、だけどその裏ミスが絡んで4失点してるという、はい、だからすごく流れが良かっただけにさ、うん、オリックスはちょっともったいない試合を落としたなというね、うん、これ逆になっとかなきゃいけないんだけどね本当はね、はい、でこのピッチャーの質を見ると、はい、やっぱオリックスが3連勝しなきゃいけない、うん、そういうカードだったよね、はい、うん、まあ明日からまた別のカードが出てくるけど、ね、はい、まあ、やっぱりねセ・リーグは阪神注目、はい、連勝してる、はい、対戦相手がヤクルト、ヤクルトは3連勝してる、これ台風の目になれるかなれないかはすごく明日からの3連戦にかかってるし、はい、明日はなんか初登板のベテラン石川が投げる、はい、藤浪とねすごく楽しみだし、まあ、巨人は菅野が投げる、はい、菅野がまだ今季まだ勝ってないからね、はい、DeNA との戦いこれがどうなるか、うん、まあ、外オースティンはスタートするだろうし、はい、まあ、この戦いっていうのもね見ものだよね。あとは広島中日、はい、両方とも打てない、ね、調子が、だからどっちのチームが抜け出すかだよね、はい、だから楽しみだよね、はい、まあ、こういうことで、はい、また新しいカード、はい、ね、朝から、まあ、楽しみがたくさんです。はい、はい。